わないで。ね、そんなね、だからね、3頭だね、今回は。猫ワールド、リエノテソーロ、メイソンジュニア。この3頭は、多分来ないから。多分着外に沈むね、この3頭は。間違いなく。いや、勝てると言っても、今日は、勝つ気満々なんだけど、俺。自信あるし。今日は勝てるね。間違いなく。そろそろ来るでしょう。そろそろ、だってもう、四五週連続で外してるから。ジャパンカップ、クイーンカップ、阪神ジュビナイルフィリーズ、チャンピオンズカップ。4週外してるから、そろそろ来るでしょう。ねえ。これに乗れば必ず来るよ。安心して。いや、今回ってやっぱもうね、ローズ・ジュイップが、正直ね、今回強すぎる。一枚抜けてるね。やはりね、50キロね、太るってことは、並の馬じゃできないからね。もう馬体がもう完成の域に達してると思う、これは。もう完全覚醒だね。2歳の終わりぐらいに、もう早熟タイプだね、傾向的な。50キロ、プラス50キロはないわ。さすがにこれは成長分として思うわ、これ。だって、5レースぐらい使ってたよ。5、6レース使って50キロ太ってんだよ。で、前走それで G2 勝ってるわけだから、多分これは成長分と見て間違いないんだよね、これ。普通だってさ、レースに使うごとにさ、体重って減っていくじゃん。使い減りしていくじゃん。だけど、この馬は、レースを使うごとにも、ね、だんだんね、体重が増えていってんだよ。だこれはね、なかなかこんな成長しながらね、レースを使っていけるのは、やはりもう強靭なね、肉体があるからと、私は思うんですね、これね、50キロは、プラス50は。あと1分前だってもうこれ。もうほんで買っといた方がいいよ、これ。まあ、あと1分前。これ。もう、予想ね。しなくていいから、俺がみんなの予想してあげるから。大丈夫。これ16万になるから、ちゃんと。10万以上にはなるから。2万5千が10万以上になるから、今回。買ったぞ。まあ、当たるから大丈夫。当たりますんで。さあ、締め切りです。さあね、あと、ね、発送まで。わ、ちょっと待ってな、これ引っかかってる、これ。じゃ、発送前にね、2分になりました。いやー、もうこれ、今回マジ自信あるからな、本当に。マジで今回自信あるんだけど、これ。なんかこれ止まってない？なんか。止まってないのか。さあ、始まりますよ。ね。2歳のダートのチャンピオンを決めるね、戦いが始まります。さあ、誰が勝つ？まあ、ローズ・ジュイップだろうね、勝つのは。まあ、勝つのはローズ・ジュイップだわ。間違いなく。これ画質上げられるのかな？ちょっと画質上げるか。さあ、もう発送ですよ、皆さん。心の準備はいいですか？リエノテソーロ、ネコワールド、メイソンジュニアは絶対行きません。来るのは、ローズ・ジュイップ、シゲル・ゴング、ハングリーベ。
マジで吐きそうだって、これ。この人マジで吐きそうだって、これ。この人やばくない？これ。いや、この人大丈夫だって、安心して、これ。これ。ねえ。全財閣さん頼むぞ、20万。100万頼む。20万お願いします、お願いします。頼む、100万来い。吐きそうになってきたって。大丈夫、安心して。本当に安心して大丈夫だから。うん。本当に安心してください。もうこの俺、渾身の予想だから、今回。うん。4番サイで送る、4がポーンとスタート出れば決まりだから。4、頼む4。よっしゃー来たー好スタート4。よし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 、いいよ。いいよ。よし来たー !4。来ました4。オッケーオッケー、これ、ね、鼻を切ってこれ。うん。お、シゲルコングいいね、シゲルコング。いいね。じゃあお願いしますよ、本当に。5番のバリスコは打ちを通っています。あとは後方へかけまして、6番のストーンリバー、10番のスウィフトハート、その後ろに11番フライングショット、2番ヘイジュード、3番キャッスルクラウンシンガリです。向こう上面。そう、このままでいいよ、これ、44、これ。この、いいね、いいね。全然かかってないの、このね。お、いいね、いいね、これ。いいよ、これ。よしよしよしよ、いいよ、これ。44、このまま決まれ、もう。ああ。画質上げすぎ下げるよ、じゃあ。さあ。ちょ、終わってる感じ、これ。そして7番の東ウィルウィン上がっていった外からはストーンリバー、さらに後方から差を詰める3番キャッスルクラウン、11番フライングショット、2番ヘイジュードがしんがり、前は4コーナーです。今度は14番シゲルコングに並んでまいりました。1番リエノテソーロ、外から2頭が抜け出そうとしているが、内抵抗して4番ローズジュレップ、3頭広がったが抜けました。1番リエノテソーロ先頭、リエノテソーロシゲルコング2番手、内を追い返す4番のローズジュレップですが、3番ローズジュレップだー、3頭後方を離しました。じゃあソーロ、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 やったー、やったー、来たー、やったー、ました。1番リエノテソーロ、やったー、ワイド来たー、4勝、よっしゃー、1番のリエノテソーロ、連敗止まった、連敗、これ14番シゲルコング来たー、4番ワイド、ローズジュレップが3番手、あとは離れまして、7番東ウィルウィン追い、いや、これ何倍つくの、これワイド、その後ろにワイド、これ何倍つくの、これジュニア、5番バリスコア、13番ハングリーベント続いて、いや、ワイド、ワイド44ワイド、これ。1番リエノテソーロ勝ちました。うん、人気に応えます。7500円やってっかんね、俺。まあ、1はいいよ。コーナーから4コーナー、早め前を捉えにかかりまして、直線は外側から抜け出して、8倍離しました。1番で、6万じゃん、これ。で、3万5000プラス、俺。中ただ3万5000プラス、しました。1番リエノテソーロ、やったー、全日本2歳優勝。3万5000プラス。この世代のダートチャンピオンに輝きました。1番リエノテソーロ、いや、8倍つくわね、8倍。14番の何倍つかちょっと分かんないけど、まだこれも早め先頭に立とうかというシーンがありました。3万ぐらいプラスなんじゃないよ、でも3万ぐらいは。4番ローズジュレップ正攻法の競馬でした。2頭にはかわされましたが、3番手をキープしています。まあしょうがないね、リエノテソーロはまあ強かったってことだよ。資金確定までお捨てになりませんよう大切にお持ちください。あー、これ単勝いらんかったな、ワイド1万1万でよかったな、これ。うん、いや、20万の人嘘でしょ、多分。じゃ20万でさ、じゃ単勝10万ワイド5万5万ってことじゃ、それぐらいでかけたってこと。そうしたらプラス20万じゃん、じゃあしたら8倍ついたら。うん、俺のおかげ？本当に？で、20万とかだ、単勝10万、ワイド5万5万じゃないの、多分。振り分けとしては。